should put my phone on silent. I mean, we're having very sad and dramatic moments here. So time for phone interruptions. ねえ、岡部、アトラクタフィールドってどこまで信憑性があると思う？信憑性？あれって全部ジョン・タイタ、天音さんの受け売りでしょ？2036年時点ではスタンダードらしいけど、その時代の研究者たちは一体どうやってそれが正しいって証明したの？理論が間違っていると言いたいのか？だが確かに収束は存在する。俺はそれを身をもって体験した。収束は正しいとしても、無限個に枝分かれした世界線が重ね合わせ状態になっているっていうのは？俺が世界線を移動すると世界は再構成される。過去から未来までだ。それって岡部の主観での話でしょ？あんたの脳が認識してる私はベータ世界線に行くと死んでるのよね。それはつまり、私が死んでいる世界線と私が死んでいない世界線のうち、あんたの主観が前者を選んだってことになるわけだけど、あんたの脳が認識する世界と私の脳が認識する世界は別物かもしれないっていう可能性はないのかな？別物って、世界が分裂するということか？分裂というか、電車みたいなものなのかも。電車？チューチュー。わかりやすい例を挙げると、路線図で調べてみたけど、秋葉原から横浜に行くのにどの路線を選ぶか。お前、鉄オタだったのか？違う、例えよ例え。あんたは山手線で東京駅まで出て、そこから東海道本線に乗るのを選んだ。でも私は山手線で大崎まで行った後、湘南新宿ラインに乗った。もしかしたら別の人、橋田なんかはそもそもいきなり秋葉原から京浜東北線に乗っちゃうかもしれない。真由里なら東京から新幹線に乗るかも。岡部と私は東京駅までは同じ電車に乗ってるけど、そこからは違う線に乗って同じ目的地を目指している。それを世界に当てはめると、パラレルワールドを主張するのか？たまには私も妄想ぐらいする。でも世界が一つだと誰が証明した？鈴葉の言葉と俺のリーディングシュタイナーが。正体不明のタイムトラベラーと原因不明の特殊能力ね。鈴葉は正体不明では。彼女が橋田の娘かどうかは誰にも証明できない。2036年から来たかも、ディストピアのことも証明できない。実際に2036年にならないとね。そもそも、もしリーディングシュタイナーが正しいなら、あらゆる人間の記憶があんたの主観に引きずられてることになる。そんなの無理がありすぎる。もしそうだったら、岡部は文字通り神よ。でも現実には神なんていない。世界はあんたを中心に回っているわけじゃない。Line of the game. あんたの脳が
そう錯覚させているだけ。世界にとってあんたが神だというなら、同体積の脳を持つ私も世界にとって神になれるわけで。何が言いたいんだ。仮に岡部の主観が私が死ぬ世界線を選んだとして、私の主観も同じように私が死ぬ世界線を選ぶとは限らない。それは私の主観がここに存在していることからもわかる。すでにこの世界線は私が死なない世界線なわけだから、あんたの主観がベータ世界線に行ってしまっても、私の主観はここに留まることだってできるのかもしれない。精神はどこにあるかって話。そして私は、私の精神をあんたの好きにさせたくない。科学者とは思えないほどのファンタジーな理論だ。でも、可能性はゼロじゃない。だから、あんたは何も心配する必要はない。私を見殺しにできないって言って悩んでるのよね。でも今の私の仮説で言えば、私は別の可能性世界線で生き続けていける。だからそもそも岡部は悩む必要なんてない。仮説は仮説だ。アトラクタフィールド理論だって仮説。まだ誰にも何も証明されてないから。2036年時点では証明されていたとしても、その証明を今の私たちは確認できないから。そう考えれば未来の可能性は無限よ。ちなみに心配なんかしてくれなくてもいいから。岡部にそんなことされたら結構プライド傷つく。そんな言い方。 Listen, is there a phone call? もしもし。あ、マユリカ。うん。どうした？ダル君から聞いたんだ。オカリンがなんだか変だったって。マユシーはコミマに夢中になってて、オカリンのことよく見ててあげられなかったね。いつもならオカリンが元気なかったらすぐに気づくのに。ごめんね。でね、何かあったの？オカリ？何もないよ。そっか。あのね、前はよくマユシーにいろんな話してくれたよね。例えば、機関には幹部が4人いて、それぞれゲップとスダチと声優とジャコだっけ。ゲンブとスザクと青龍と白虎だ。 Okay, those names make a little bit more sense. それ、そういうね、オカリンのお話、とっても面白かったな。でも、ねえ、オカリン。あのね、マユシーのこと、重荷に感じてたら、言ってね。そんなこと。えへへ。
じゃあとりあえず切るね。もしマユシーにいろいろお話ししたいなって思ったらいつでも電話してくれていいからね。じゃあトゥットゥルー。マユリー、なんだって。あいつ何が重荷だよ。勝手に自分を責めやがって。ふざけるなよクソ。いつもは空気を読めないくせに、なんでこういう時だけ。重荷ね。俺は一度だってマユリを重荷に感じたことはない。だったらそれをはっきり言ってあげればいい。岡部、これまでのあんたなら悩んだりしなかったはず。とりあえずマユリに会いに行くべき。あの子だっていろいろ思うところがあるんだろうし。Gonna hold off on the ending here and go do the scene real quick. ねえ、おばあちゃん。最近ね、怖い夢をよく見るんだ。その夢の中ではね、いつもマユシーはひどい目に遭うの。ピストルでバーンって撃たれたり、車の事故に巻き込まれたり、電車にひかれたり。